はい、YouTube クリニックの上松です。今日の時事ネタとしては熱中症警戒アラートですね。で、この熱中症警戒アラートの発令なんですけれども、気象庁の方が2020年の7月、今年の夏からですね、試験的に関東甲信に渡ってですね、やっています。その地域限定で、警戒アラートを試験的に出しています。で、これ実際何かというと、実際はこういった図です。熱中症の起こりやすさを示しているんですね。で、この暑さ指数っていうのが、熱と、あと湿度、熱が高い、湿度が高い、風が弱い、あと輻射熱、こういった建物からの反射の熱ですね、そういったものが高いときに、体に熱がこもってしまうから熱中症になりやすいですよっていうことを示しています。で、31で、大体危険なんですけれども、8月7日は33を超えるんだということで、警戒アラートを初めて発令しました。なので、ちょっと熱中症を気をつけていきましょうというお話を今日はしていきたいなと思います。はい、熱中症なんですけれども、一言でざっくりと言ってしまえば、熱が体にこもってしまって逃げられないっていうことですね。で、そうすると体がぐたっとなってしまって、最悪死に至ります。なので、ちょっと気をつけていただきたいんですけれども、気をつけるポイントは3つです。1番が熱、で、2番が水、で、3番が電解質ですね。で、1番は熱は、体を冷やしてもらえればいいです。で、体の熱が上がるような運動をしないでほしいっていうことですね。には、汗とかをかきますので、どうしても。で、水とかを飲んでほしいっていうことでね、水分が足りなくなってしまうので、で、体が脱水状態になってしまうので、それで危ない状態になってしまうので、ちゃんと水を補給してほしいっていうことですね。で、3番目が電解質、塩とかですね。マラソンとかされてる方とか、スポーツされてる方はよく知ってるかと思いますけれども、水だけ飲んでるとですね、筋肉がつったりします。それは、電解質が足りなくなって、体の筋肉がちゃんと動かなくなってきたんですね。そういったことをならないように、塩とか、そういった電解質を補給しましょうということです。ポカリスエットとか、アクエリアスでいいと思います。OS-1 っていう理想的なものもありますけども、手に入りやすいものをちゃんと飲んでもらえれば、いいかなと思います。さあ、この熱中症なんですけれども、もともと僕らも、梅雨明け直後の晴天続きの日は、ピークが来るなっていうことは、経験的に知っていました。なので、そういった時には、こういった対策してくださいねとは言っていたんですけれども、こうやって気象庁が出してくれたことによって、皆さんが気をつける、きっかけになれればいいなと思ってます。で、一番気をつけてほしいのは、高齢者の方。特に、家にクーラーを持っていない、あるいはクーラーをつけたがらない高齢者の方ですね。およそ熱中症の方の半分は高齢者です。で、体の中の水分がなくなってしまって、で、熱がこもって体が具合悪くなるだけならまだ、なんとか回復しようはあるんですけれども、最悪なのが脱水になってしまって脳梗塞ですね。頭の血管が詰まってしまうことがあるんです。なので、そこ、気をつけていただいて、もし親族とかにクーラーをつけたがらない方とかがいたとしてもですね、ぜひクーラーはつけるようにしてください。もう自然なものがいいっていうことで、極力嫌う方とかもいらっしゃるんですけれども、そういう方が重症になったり脳梗塞を起こしたりしますので、ぜひ、進めてあげてください。あとは水分をしっかり取ること。で、最後を気をつけていただきたいのが、この小児ですね。小児もこれ体の体温調節が苦手な部類の人たちです。なので、この暑さ指数が31を超えたら、運動してはダメだとは言われるんですけれども、8月7日以降は33を超えるので、かなり危険な状態なので、運動しないでください。運動させないでください。なので、するとしても本当に短い時間っていうことですね。で、あとはもう一つ、今コロナで皆さんマスクをされていると思うんですけれども、このマスクをしてしまうことは結構ね、熱中症のリスクになります。この熱中症が始まる前から、特に2歳未満の方はマスクをしてはダメだと、小児学会の方からも言われてはいましたけれども、こうやって空気の通り道を防ぐことになるので、呼吸が苦しくなっちゃうんですね。で、熱もこもってしまうので、させないでくださいって2歳未満の人は前から言われてはいましたが、特に小学校入る前の方は、感染は気をつけていただきたいんですけれども、移動とかですね、他の人と喋らないとか、飛沫の交換をしなさそうだっていうようなことであれば、もうマスクは外していただいて、移動してもらえればなと思います。熱中症の方がいろいろ大変になると思いますので、そこは特に8月の7日は気をつけましょう。今日はここまでです。お疲れ様でした。